こんにちは、レンジです。ゼロ濡れガラスの巫女の番外編として今回から、おまけストーリーをやっていこうと思います。おまけと言っても多分なんか、あ、これは前回見ましたね。これですね。おまけと言っても多分これ1話で終わんないと思うんですよね。1のあやって書いてるってことは多分何章かになるんだと思います。あやねが主人公です。あやねというのはデッドオアアライブのキャラクターらしい。やったことないんですよ、デッドオアアライブ。なんか紫の髪の忍者のところだよね。ある依頼を受け行方不明となった少女紬の後を追うあやね。少女の残す気配をたどり、廃旅館一流荘内に入って彼女はありえないものと遭遇する。どうすんだろう、レイと普通に戦っちゃう。もしかして遮影機は使わないよね。一の綾、雨のまれびと。無限転身流発信門のくのいちあやね。彼女は一人の少女を追っていた。氷上山へ消えた少女、片品紬。あやねの持つゆかり糸の先に彼女はいる。あ、なに？そういう能力を持ってんの？ゆかり糸っていう糸で見つけ出すのか。なんか出てるもんね、絵で。光る糸。これ、原作でもそうですかね？原作わかんないんですけど、デッドアライブって、本当に一回もやったことないですね。格ゲーですよね。あ、ほっかぶりかぶってんのかな。あ、ほっかぶりか、フードかぶってる。すごい服装だよ。あ、入り口どうなっちゃってんの。あ、前からそうか。闇が濃い。お、影見できんの。これが紬ちゃんね。なんか自傷癖のある女の子じゃなかったっけ。お、これか、ゆかり糸。なんかね、ひそかさんのメモでは自傷癖があって入院してていなくなったから病院の先生が依頼をしてきた、ひそかに探してくれ。でも家族がそれを取り下げて捜査を打ち切りになったっていう人です、片品紬。うわ、構えが紬。ゆかり糸が示しているのはこの廃旅館の中のようだ。間に合えばいいが。紬ちゃんのことは知ってんの。うわ、ちょっと胸がちょっとすごいよこれ。顔が見れない。あ、アイテムは？あ、アイテムこれ、あれだね、本編からの引き継ぎだね。ああ、なんもないってことか。消耗品は。三角を押しても、三角じゃねえ、X を押しても、あれはできない。わお！これ影見やるとこう、ゆかり糸が出る。カメラは構えられない。え？どうすんの？格闘術使う？それとも？隠れるしかできない。霊だもんね。格闘術じゃちょっとね。ゆかりとか。そっちね。そっちの方なんで。こっちに伸びてた？違う、そっちだ。わかりにくいな。この中に入ってるってことになるけど。多分違うよね。この向く方だけ気にすればいいか。道が分かれてる。はい、そっちね。 OK、 チュートリアル。ゆかり糸、ゆかり糸は現在の紬がいる場所への最短経路を示します。ゆかり糸が示す道をたどることにより紬を探します。あっちか。ていうか紬とはどういう関係なの。紬もデッドオアライブに出てるってことはないよね。
え、もしかしてそうかな、違う、それともなんかの、なんかのキャラなのかな。いや、ここ通れる。こんな崩れてたっけ。瓦礫で道が塞がっている。他の道を探さなければ。上の階への行ってみるか。最短距離で出るから、そういうことが起こるのか。なんかめっちゃ濡れてるね。びちょびちょ言ってる。でも濡れ状態、関係あるかな？カウント制じゃねえってことだよね、多分。怖っ。わっ。わっ、やったよ。あ、ダメだ。そんなダメだ。うわっ、やられた。カチャカチャ。あ、ゲームオーバー。なんてことはないとは思うけど。物理的ダメージを受けてる。ああ、諦めたか。はって出てきた。愛を感じなかった。ちょっとうねえよ。これ YouTube 的に大丈夫か、この谷間。サムネにしたら怒られそうな谷間だよ。神隠しにあった少女紬の行方を追う久野市綾音。彼女は氷上山の廃旅館に潜入するが、隔離用の者に遭遇し深手を負った。脱出した綾音は決意する。あの者たちと戦うには禁断の呪法に頼るしかない。そういうなんかあるってこと？臨氷投射的なことやる？あ、もうあの評価はないね。で、一個一個がすげえ短かった。じゃあ次行きましょう。これナイトメアあるかな？あるね。ありえないもの。それは、魂なき隔離用の者たち。気配すらも感じさせない彼らに、綾音は自らの体に、呪印を施し、再び山へと向かう。おー。なるほど。あ、これアイテムだ。何、全然違う。何これ、住み壺。開始時のアイテム所持数の確認と違うわ。闇のものから姿を隠すための特殊な炭、一つ1万ポイント、めっちゃ高い。万葉丸、五神水、鏡石。鏡石と同等のアイテムだこれ。まあポイントはいくらでも使っていいんで、まあ基本使わないでいきたいですけどね。ゆかり。隔離用の者たちに襲われ氷上山から戻った綾音。彼女は闇に対する手段を求めある場所を訪れていた。なんか背中に梵字が書いてあるもんね。あれか、耳なし高一方式でいくか。体中に書いてあったらなんか、あ、書きそう。体中に書きそう。怨霊の呪文は死に近づくことと同じ。あなたがこの痛みに耐えられるというのですが。怨霊だって痛いのそれ、炭なのに。痛そう。え、これ YouTube 的 OK？ 慣れている。つむぎちゃんじゃん。痛みに慣れてるのは格ゲー出身だからってことかな。どういう仲だろうね。ずいぶん若い頃だ。あ、リスカート。あ、普通だった。姉が嫌いか。あら、あ、結構若い子だった。もっと年いってると思って
自分が嫌いになったか。なら大丈夫。これで強くなれる。ディスカートが、あ、違った、上からダッセーブレスレットもらったね。おお、消えた。喋れねえのか、この子かも。姉って言ってた。うわあ、結構施されてる。ほう、これでなんだろう、気配を察知できるようになったのかな。何それ。これはプリキュアの変身アイテムか。これをお持ちなさい。ライトかな。あの山にはこの霊石塔の光を嫌う者がいるのです。霊石塔だ。前作で出てきてるかな。3からあったと思います。怨行門、非術者を死の世界とつなげる呪法。これで奴らの気配を感じ取り、こちらの気配を断つことができる。あ、持ち方がもう霊石塔のそれですよ。ちょっとこのおっぱいの色見て。これ、もう向きは関係ないな。これだけだ。あ、濡れ状態も反映されるね。気配を感じる。なるほど、前とは違うようだ。チュートリアル、霊フィラメント、霊の気配、霊フィラメントの色により霊の状態が分かります。青、気づいていない状態。霊が綾音の存在に全く気づいていない状態です。黄色、創作状態、霊が綾音の気配を感知している状態です。これ天柱だね。綾音の姿は見えていませんが、音を立てると気づかれやすくなります。赤、気づいている状態、霊が綾音に完全に気づき襲ってくる状態です。近づけて、走らず音を立てずに進めば影のものに気づかれることはない。そうか、怨行門のおかげでね。だが、ゆかり、あっ、どうやらユカリートの気配には気づくようだな。キャツラが気づく前にユカリートを収めなければ。敵はこちらの音に気づきます。気づきそうな敵がいたら敵から離れて立ち止まりましょう。厄介だな。せっかくだ、こいつを試してみようか。チュートリアル、霊石塔、アヤネが霊に対抗できる唯一の手段です。霊石塔の光を何度か浴びせることで敵を一時的に行動不能、スタン状態にすることができます。また力を貯めて一気に解放することで一撃で霊をスタン状態にすることも可能です。倒すことはできないんだな。スタン状態は一定時間で解除されますが、霊は綾音を見失った状態に戻ります。霊石塔で霊をスタンさせて先に進みましょう。ロックオンはできる。お、気づかれてしまったか。少しは効くようだが、もっと力を込めなくては。押しつけてたんだけどね。はい、どれくらい食べる。あ、これくらいか。ほら、 OK、 霊石塔を下ろす。はい、影の者の気配が薄れた。今のうちに駆け抜けるか。走っている間、怨行度は回復しません。霊との距離が離れたら走るのをやめ回復しましょう。はい、
これ外のやつね。よし、影の者の気配が消えた。この霊石塔と怨行門があれば紬を助けられる。へえ、なんか頭にもなんかついてるよ。これもともとついてるもんか。さっきフードかぶってたから見えなかっただけ。いやちょっと露出がさすごすぎるんだけど。目のやり場に困るってやつね。まあ、デッドアライブってそういうゲームですよね。これがそっちなんだけど、なんだけどもこっちから行けって言ってたよね。あ、違うわ。あ、うわ、いる。こちらには気づいていないようだ。ここはやり過ごすか。霊は綾音の音を察知します。あ、なんか飛ばしちゃった。霊が取り過ぎるまで立ち止まってやり過ごし、歩いて2階へ向かうと安全です。はーい。はい、感じる。3体か。霊に近づきすぎると立ち止まっていても怨行度が減っていき気づかれてしまいます。へー。霊をやり過ごせない場合は静かに近づき霊石塔でスタンさせて進みましょう。なるほど、時には倒さなきゃいけない時があるということだね。あ、ここ行けねえ。覗き込みができないからな。なんかアイテムあるね。護身水だ。あれ、よいしょ。 OK、 とりあえず進んでいいのか。ほっほっ。いやー、ダメか。こいつは倒さないといけないのか。せい。ドン。あ、解除しないと。やべ。オッケー、オッケー、オッケー。そういう感じね。なんか今アイテムありそうだったな。は倒さないといけないな。行くか。ドン。ここか。オッケー。意外と簡単かもしれん。下か？いや、いけないな。ここからは降りられない。え、さらに上行っちゃう？これアイテムだな。これあれだよ。本編とは違って、白い色は絶対アイテムだ。かわいいし。あ、わかった。外から行けるよ。あ、こっちだね。え、ここ通れる？ここ初めてだよ。お、お、お、暗い。え、ちょっと待って、これにさ、炭使ってないよね。あ、使ってないね。え、こんなん全然使わなくても大丈夫なんだけど。えい。そういや、豆知識ですけど、なんか噂によるとこのゲームの3D のなんていうのモデル 3D モデル、うわあ、ほら、よいしょ。
ったか 3D を動かすシステムだったかにデッドアライブのシステムを使ってるとかなとか、だからデッドアライブのキャラが出るのかな。あ、アイテムあるね、走っちゃおう基本走っちゃいけないよね。雨に濡れたコンクリートの上に紙片が落ちていた。カタシナの家には私がいてはいけない。誰も悪くない。悪いのは私がいること。母さんや姉さんが優しくしてくれても、それがあの人たち自身を傷つける。でも私は弱くていつも迷っている。自分で死ぬことすらできなかった。私がいなくなればいいのに。そんなことないんだよ、つむぎちゃんよ。これなら調べる。おお、そのままいけるんじゃない。いや、一応やっとくか。こんなん何発撃ったって。あ、左下にメーターあったの。何発やったっていいんでしょ、あれ。アイテムがありそう。あー、あっちの部屋かな。こっちはいけないね。じゃあこれあれだよね、あのトンネルから来た道だよね、こっちって。え、行っていいの。あ、分かった、トンネルの中から行くのか。行ってない道あったんだよ、トンネルで。ってことかな。そっちだって言ってる。うわ、いる。速攻やっつける。はい、ちょっとごめんよ。あ、意外と簡単だぞ。射影機使えないと思ったけど、あの霊石灯があるから全然余裕で、今んところ余裕。まあね、難しくなるかもしれないけどね。よし、ああ、いる。あそこアイテムある。ほら、欲しいっすよ。ゴーストハンドは多分来るよ。うわ、いきなり出てくるな。ほら、トンネルの中だったよね。え、違う、そっちだ。あ、そこか、そこ道あったんだ。どっち向いてる。なんか別にこそこそやる必要は全くねえんだよ。ここだ。え？あ、ここだ。オッケー。こっちでしょ。オッケー。体内洞窟。体内洞窟も行ってないところがあったから、合ってるな。で、つむぎちゃん多分箱の中入ってるぞ。さては。あ、そう来たか。物は拾ってくる。怨行の術に用いる炭が入った壺。あ、なるほどね。術者を死に近づけるまじないがかかっている。術者を死に近づける、やばいかも。やばいかもよ、これ。
あ、今ユカリーとやろうと思ったら入っちゃった。合ってるね、合ってる合ってる。でアイテムがある。ここから知らぬの森だわ。ここも迷路みたいなもんだからな。ちょっと今回ここまでにしましょうか。まだまだ多分先は長いんで、焦ることはないです。こっち向いてくれて。よし。すご。はい。ということで、今回ここまでにしましょう。次回、まだ2章なんでね、まだ紬ちゃんは見つかんないでしょう。はい。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。